こんにちは。こんにちは。こんにちは。マイカ。はい、じゃあ今日は、今年もあとじゃあ、何日ですかね。今日23日です。ちゃんと把握してきてから言って。はい、23です。あと8ですね。今年も終わっちゃいますね。はい、じゃあということで今日は、来年の抱負を一人ずつ言っていきたいと思います。実際の来年の抱負はパラグライダーをすることです。パラグライダーも、なんでですか？ちょっとバンジージャンプは飽きてきたのでその上を行きたいかなって思っちゃいました。はい、以上です。あと風邪を治します。待って。はい、私の来年の抱負は、服をつかむことです。どんな色々ですね。お仕事も順調に頑張りたいですし、プライベートでも頑張りたいです。昨日服をつかむお守りを明治神宮で買ってきました。はい、この後きついですね。私の来年の抱負はもっと麺類をすすることです。はい、じゃあ私の目標はすぐお金を使ってしまうので貯金をすることです。おっ、いくら貯めるの？そうですね、10万円ぐらい貯めたいと思います。頑張れ。1年で少ないよ。もっと定期預金、定期預金たまらないんですよ、10万円も。なので何の告白してんの？ここではちょっと頑張って20万円ぐらい貯めたいと思います。じゃあ報告していきます。はい、頑張ってね。じゃあ来年も頑張りたいと思います。お金じゃなくて、なんか変な、そう、いい意味がつきましたよ。じゃあバイバイ。